琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と作家の小原武史でお送りします。小原さん、はい、今夜はちょっと神だわり、はいはいはい、神がかりですかね。そうですね、ちょっとお話をしようと思うんですけど、はい、小原さん、なんかお話。そうですね、あの神だわり、まあ、神ぬうりとも言いますけど、うん、神が乗り移る、うん、あ、神様、あるいは持たれてくるっていう状態なんですけど、はいはいはい、これ多分沖縄だけ沖縄だけなんですか本土に行くと伝わらない言葉なんですけど、あ、まあちょっと、まあね、ちょっと違う風に取られがちですよね、ちょっとおかしな人みたいなイメージになりますからね。なんか、よく聞く話が、うん、まあ、神が乗り移った状態で、うん、ふらふらと街中を歩くと、はいはいはい、でちょっと警察関係の方から聞いた話なんですけど、はい、無線で連絡が入って、うんうん、まあ、あるロータリーで、ロータリーって言ったらなんか分かっちゃいますけど、うん、裸の中年男性が暴れてると。おお、はい。で、一人の警官がね、うん、これは神だわり案件聞いたら、うん、そうそう、神だわり、神だわりって言って、ああ、神だわりね、神だわりを、困ったなそういう会話のキャッチボールを警察無線でしました。神だわり、神だわりって戦うって、それで通じるという。警察の人も、やっぱり分かるんでしょう。はいはい、ああ、なるほど、ね。あまりにも上気にしたことをしてると、うんうんうん、普通の人じゃないから、はいはいはい。まあちょっと精神に異常をきたした方か、うん、神だわりかっていうね。ね、先日もね、なんだっけ、この枝を持って歩いてくるおばあさんの話とか。はいはいはい、これ神だわりって、なんで裸になるんですかね。なんですかね。なんか忘れるんじゃないですか。あ、全部。宇宙と一体のなんか、自分が宇宙の一部であるみたいな。あ、まあ、もともと服着てんのがおかしっちゃおかしい、ね。そうですね。古代はね、みんな。アダムとイブは一軸の端かつけてますね。そうですからね。まあ、僕の友人でも、まあまあ、神だわりなんのかな。毎年ね、まあもう今は治ってるんですけど、うん、春先になると、もういわゆる宇宙と一体になる友達がいて、で、その時間に行くと、もう、一番最初は音も何もない、区別もない、私しかいない世界に行くのみたいな話をしだすんですけど。深いですね。その人も裸になるんです。ああ、なるほどね。でも、まあ結婚して女性なんですけど、だからもう旦那さん大変なんですよ。まあまあ室内はまあいいですけど、もう全裸で歩き回るし、普通にそれでトイレもするし、でね、タバコを吸うんです。食事しないっつった。で、タバコをもうずっと吸ってて、でもそれで外に出ようとするから、あ、もうちょっと、まあ、相手するのが大変みたいな。旦那さん、すごい苦労してそうですね。まあまあ、もう治ってるみたいですけど。でもそうやってなんか、宇宙と一体になると、服を着てるのを忘れるんじゃないですか。神だわりが本当にひどくなると、はいはい、まあちょっと、惜しいことに命を落としてしまう方とかね、いらっしゃるようですので、はい、だから、まあ、これは科学で証明されたことではないので、でもね、沖縄の精神病院も、うん、患者が入院してくると問診票を取るんですけど、はい、家族の方に、はいはいはい。で、結構あるのが、うん、あなたの家系っていうか、その中に、ユタさんとかノロさんとか、霊感の方、高い方はいらっしゃいますかみたいな一文を、はいはい、わざと入れたり、するところもあるらしいんですよね。あ、そうなんですね。うん。だから精神科医の中でもやっぱりそういうことに向き合い始めてる方が結構沖縄でいらっしゃるみたいで。なるほどね。うん。はいはいはい。まあそういうところはちょっと本土の精神風土とまた沖縄ね。まあそうですよね。違ったところがあるんでしょうね。まあ、なんかあれなんですよね。受け入れる土壌というか。そうですね。まあ、ですよね。今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史でお送りしました。でもっとね、神だわりの取材をしたときに、うん、やっぱり性格が変わっちゃうんですよね、神だわりになると。ああ、そうそう、やっぱ僕の友達も喋り方が変わりますね、うん、なんかね、急に、声のトーンとか。前もちょっとね、話しましたけど、うん、今まで音楽聴かなかったのに、いきなりレゲエを聴き出したりとか、性格がゴロって変わっちゃったりね、はいはいはい、するので。あと幻覚を見るんですよね。ああ、なるほどね。あれでもその、神だわりと、まあその、まあなんか取り憑かれてる、霊に取り憑かれてる、うん、まあいわゆるあれじゃない、エクソシスト的な。はいはいはい。違いっていうのはなんか。
どこで判断するんですかね。正直ね、僕もわからないですね。全裸で走り回ってんのは。そう。悪魔と神様の違いが沖縄では曖昧なんで。危害を加えないみたいなとこですか。そうですね。まあでもロータリー裸で走ったら結構迷惑っちゃ迷惑ですけど。まあね、でも沖縄のね、うん、これはあんまり詳しく言えないですけど、とある医学の専門誌があって、うん、はいはいはい、その記事を昔読んだんですけど、うん、いろんな症例が載ってるわけですよ。うん、大学病院に担がれて行った人のね。で、その中に、自分の、これちょっとショッキングな感じですけど、うん、自分の手で目玉を出そうとして、うん、で、両足を切断しようとした患者が運び込まれてきたと。はいはいはい、で、その原因を辿っていくと、うん、なんか土地に問題があると本人は信じてて、でその声に従って、はい、邪悪なものをこう排除するためにそういう自傷行為に及んだみたいな。すごいですね。で精神科医の助けだけでは難しいんで現在いろんな方面になんていう助けを求めている途中みたいなレポートが載ってて、すごいな。そういう症例の人ってね、うん、まあ特殊っちゃ特殊なんですけど、うんうんうん、沖縄では意外に多いと。やっぱ自分で目を取るみたいな話ですか。自傷行為ってやつ。そうですね。で、実際にそういうことをしてる人がいるし、その、まあなんか、この声に導かれてやってると。これはどう見ても神様じゃないですよね。精神病だとしても。ああ、まあ神様じゃないでしょうね。だからそこら辺が、なんていうのかな、悪魔付きと神でありまた違いなのかもしれませんけど、確かにね、神様と悪魔の境目何かって言われると、まあ、危害加える加えないか。でこれね、前精神科のお医者さんと喋った時に言ってたんですけど、はいはいはい、統合失調症の場合、よくあるのが、うん、そこにかかってる絵とか、はい、電信柱の上の変圧器とか、ああいうところから声がすると。で、そうですね、いますよね。テレビで僕の噂してるみたいになったことある。そうそうそう。盗聴器が仕掛けられてるとかね。うん、ああいうのは、まあ、統合失調症の一般的な症状なんですけど、はいはいはい、そうじゃないところから、うん、なんていうのかな、うん、こう、患者さんと、お医者さんが喋ってるじゃないですか、うんうんうん、じゃあその患者さんがじーっとその先生の胸を見て、うん、何をしてるんですかって言ったら、いや声がするんです、どんな声ですかって聞いたら、幸子って聞こえるって。幸子、幸子って言ったら、うん、その精神科医のお母さんの名前なんですよ。おお、すごい。そこは、ね、それはまあ偶然でしょうと彼は言ったんですけど、はい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 、看護師さんが来て看護師さん名前も当てたらしいんです、その人は。そこまでされるとね、うん、単なる統合失調症ではないのかなという疑問がやっぱり、まあありますよね、うん、頭もたげてくるなって言ってましたね。その方は何、その自分で来たんですか、相談に。もう家族に強制入院みたいなね。まあおばあちゃん辿っていくとやっぱりノロだったみたいですね。だそういう家系の人がたまにね、神代わりになって病院に、まあ、入院させられるわけですけど、まあ、紙一重ですからね、まあ、正常な話、僕の知人なんかはそれをまあ言う方っていうか、まあちょっとね、人助けとかなんかそういうに使いますけど、そうですね、その人もそういう、まあ、力があったとして、それがどう使うかですよね。うん、情報がどっから来てるかにも、そうですね。情報がどっから来てるかじゃないですか。うん、やっぱ明らかに足切るとか、目くり抜くっていうのはちょっとね、うん、違うような気もするし。まあね。で、僕聞いた中でなんか一番強烈だったのが、うん、昭和のね、40年代か50年代の初めぐらいに、うん、カデナで、はいはい、まあ、結構その力のあると言われてたユタのおばあさんがいるんですね、うんうん、もう亡くなったんですけど、でその人はね、なんか癌を治すとか言い始めて、うん、ちょっとおかしくなっちゃったらしくて、はい、でその、お孫さんがいるんですけど、うんうん、
お孫さんがね、ある時ちょっとおかしくなってしまって、うん、で、近くの川があるんですけど、うん、川の中で、こう、はい、大の字に寝てると、うん、あの、お母さんを殺しなさいって声が聞こえたらしいんですよ。やっぱり。それがね、小学生か中学生ぐらいの時。小学生、うん、おー、はいね。で、これは、まあ、その子はね、うん、すごい、その、理知的で、理性がある子だったから、うんうん、これ絶対そんな神様はこんなこと言わんと。はい、絶対おかしい。うん、で、その、立ち上がって、声に対して文句言ったらしいんですよ。うん、お前なんでうちのおかんを殺さんといかんばっ て, 言って。お前悪魔だろって言ったら、消えてなくなったって言ってね。ずーっと声が聞こえてきたら、もう文句言って文句言って文句を言い続けたと。おぉ、すごいですね。で、そしたら声がなくなったって言ってね。イエス・キリストじゃないですか。誘惑に、誘惑に勝った砂漠の修行にっていう。だからそういうなんか精神の強さもね、必要なのかなと。そうでしょうね。やっぱりそれ乗っ取られるとね。そうなんですよ。やばいですよね。うん、ちゃんと自分でこう使えるようにならないと。バランスですよね。そうですね。皆さんもしあの、今度、僕とコラさん二人が全裸で出てたら気をつけてください。ちょっとね、あの、悪い兆候ですよね。悪い兆候ですね。神崎秀俊と小原武史でお送りしました。 YouTube のチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。ポッドキャストも配信中、詳しくは概要欄まで。